川崎市とどろき球場は神奈川県川崎市中原区のとどろき緑地内にある野球場。施設は川崎市が所有し、川崎市公園緑地協会が運営管理を行っている。旧野球場川崎市内には以前本球場と川崎区富士見にある川崎球場の2つの市営公式野球場があった。本球場はアマチュア野球や草野球など、 一般利用が主体で、川崎球場はかつてプロ野球の対応ホエールズや、ロッテオリオンズが本拠地都市、アマチュアでも、高校野球や大学野球、社会人野球などの公式戦が数多く開催され、野球以外でもアメリカンフットボールやプロレス、イベントなどに幅広く使用されてきた。しかし、 川崎球場がスタンドの老朽化で2000年3月をもって一旦閉場して施設の一部撤去を行うこととなりスタンドが解体されることになった。この代替措置として本球場はそれまで内野がクレー、外野が天然芝で舗装されていたのを全面人工芝に張り替え多目的利用ができるように回収された。しかし本球場はアマチュアや 一般利用を目的に作られた野球場であり、これまでプロ野球公式戦は1軍も2軍も開催されたケースはない。川崎市内では現在の川崎球場に代わる新球場の建設構想が幾度か持ち上がってはいたものの財政難などでいずれも頓挫している。またフェンス広告は今のところ導入の予定はない。2010年に川崎市から とどろき緑地再編整備基本計画が発表され、本球場は高校野球の予選や社会人野球の大会、さらに横浜 DNA ベイス,スターズを中心とするプロ野球の開催が可能な施設を前提とし、収容人数1万人程度のものとして整備していくと発表されている。2013年3月に川崎市は再整備計画を具体化。 まず2013から2014年度に設計を進め、2015年のシーズンオフをめどに現在の施設を解体し、2016年頃から建て直し工事を実施する。球場を両翼100メートル、中堅122メートルの国際大会規模に沿った人工芝グラウンドと収容人員1万人程度を予定し、2018年4月頃の完成を目指すとしていたが、 廃棄物混じりの土や軟弱地盤など問題が見つかり工事が一時中断されたため完成予定が2020年12月になる見通しと報じられた。2020年8月31日、川崎市は10月10日に完成記念式典及び市民500人を招待しての東芝とエネオスによる記念試合をこけら落としとして開催することを発表。また会場名を それまでのとどろき公式野球場から、とどろき球場に改めることも発表した。両翼100メートル、センター122メートルの県内最大フィールドに、防災備蓄倉庫、インフォメーションセンター、老人遺棄の家を備えた、新しい施設での試合は、市内在住者のみを対象の招待であったが、500人の招待枠に、対して7177名の申し込みがあり、 また新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴うイベント開催制限が9月19日から緩和されることになったため招待枠を1000名に拡大することが9月23日に発表された。しかし台風14号の接近に伴い降転が予想されたため開催前日の10月9日に試合中止となることが報じられた。試合は中止となったが10月19日に 完成式典が行われてをオープンした、旧野球場のスコアボード、ありがとうございます。